皆さんこんにちは。今期も引き続き、ヘッドコーチ務めます藤沢です。よろしくお願いします。昨シーズン、最終節で悔しい思いを、しましたが、そこをしっかり、検証して、修正して今季はしっかり勝ち切れるチーム、また優勝を目指せるチームを作っていきたいと思っています。チーム編成に関しましては、ゴールキーパー3名、ディフェンス7名、フォワード11名、計21名のチームのスタートになります。スケジュールに関しましては、来月7月の1日全体練習スタートで、11日表情練習開始になります。8月にプレーシーズンを予定してまして、9月開幕に向けてしっかり準備していきたいと思っています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今期も引き続きプレーンコーチとしてプレーさせていただくことになりました斉藤哲也です。昨年悔しい思いを忘れず監督と協力して、また選手ともしっかり協力してどこにも負けないチームにしたいと思います。よろしくお願いします。皆様こんにちは。今シーズンもキャプテンを務めさせていただきますディフェンスの佐藤博人です。昨シーズンは自分個人的にちょっと途中で怪我をしてしまって不本意のシーズンに終わってしまったので、今シーズンは個人としてもチームとしても去年以上の成績を残せるよう、またしっかりとした覚悟を持って臨みたいと思います。今シーズンも1年よろしくお願いします。今シーズンもオルタネードキャプテンを務めさせてもらいます古橋まくるです。キャプテンを含め5人でしっかりこうチームをまとめて優勝できるように頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。昨シーズンに引き続き今シーズンもオルタネードキャプテンを務めさせていただきます鈴木健太です。今年は 100% の収容を会社がすごい目指してくれているので、そこでたくさんのお客さんにいい試合、いいプレー、いい結果っていうのを残せるように僕らは頑張るので、応援よろしくお願いします。こんにちは。今日はお暑い中お集まりいただきありがとうございます。個人的には、コロナ禍の中でやっぱり、ファンの皆様と触れ合う機会がとても減ってしまったなというふうに感じているので、今シーズンはプレーもそうですがファンの皆様にファンサービス精神を忘れずにチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは。今シーズンオルタネートキャプテンを務めさせていただきます相馬修斗です。与えられた役割をしっかり果たして若手ベテラン関係なくチームのいい雰囲気作りを僕が率先してできるように頑張りますのでよろしくお願いします。こちらになります。ネクストステップ、去年の最終節先ほども、言いましたけれども、全体通してスタッツ的には、チャンピオンチームに匹敵するスタッツを出せたんですけれども、結果とスタッツが伴ってなかったと、勝ちたいところで勝ちきれなかったっていう、そういう悔しさのもと、今季はこういうスローガンに決定しました。次のステップに、すごくシンプルなんですけども、アイスバックスが抱える弱さっていうものを克服して次のステップに向かう。そして、アイスバックスが25周年、そしてまた、日光、アイスホッケー誕生から100周年を迎える、そういう時期に来てますので、また次のステップに向けて、チーム個人、そして日光が盛り上がっていけるように、こういうスローガンにしました。はい。先ほども言いましたけど、数字的には本当に、選手努力して一生懸命やってくれて、8割方満足のいく、数字は出せたんですけれども、その数字がやはり最後の勝敗につながってこなかったという悔しいシーズンでした。そうですね、彼は代表経験もありますし、フィジカルも強いですし、機動力もある選手なんで、うちが求めるこう展開の速いホッケーに順応してくれるんじゃないかなというふうに思ってます。期待してます。そうですね、やっぱり、今年に限らずですけど、昨シーズンよりは
やっぱりどの場面でもステップアップはしていかなきゃダメですし、まあ、本当に昨シーズンの最後のところだけを見れば、まあ、自分たちで、まあ、2試合あったうち1試合でも勝てばプレーオフに進出できたところできなかった、やっぱりそこはステップアップ必要ですし、まあ、普段の練習からももっともっとやらないと勝てないということが分かったと思うので、まあ、去年昨シーズン一緒に戦った1年戦った選手がほとんどなので、まあ、ここにいる5人がもっともっと厳しく練習からやって他のチームに本当に負けないで今シーズン、まあ、いいシーズンをくれたなと思います。まあ、あの明後日ですか、7月1日みんな集まった時に最初は去年の悔しさだったり思って集まってきてくれるとは思うんですけど、それを1年間持ち続けれるか、1年間どれだけその最後勝ちたいって思いを持てるかだと思うので、まあ、途中で、まあ、自分が試合に出れなかったいいやとか思ってる選手とか、あの選手はいっぱい出てるけど使ってもらえないとか、そういう選手が出てくるとやっぱり勝てないと思うので、まあ、そういうところも含めて5人でしっかり他の選手のことも見ながらみんなで成長していければなと思います。昨シーズンが終わって、あの 僕の方から GM や監督にあのマークをつけさせてほしいっていうのをお願いして、そしてそれを受け入れてくれたので、あのそこはしっかりあの結果というか求められているものをしっかりあの今シーズン出していきたいなっていう思いは強くあって、あのまあコミュニケーションっていう面で僕自身あんまり人と喋ったりっていうのがあんまり得意ではなかったんですけど、まあ、今シーズンあのしっかりあのチームメイトとコミュニケーションを取り合って、あのチームとしてのいい雰囲気作りを自分がしていけたらなっていうふうに思ってます。まあ、若い選手に負けたくないって言いたいところなんですけど、やっぱり正直年齢的なものとか、まあ、体力的なもので今年も勝てない部分もあると思うんですけど、そこは、今までの経験やら、あそういう自分が思っていること、体感していることで、監督がどういう補給を求められていることっていう方に突き詰めて、しっかりプレーで見せたいと思いますし、まあ、コーチとしても2年目なのでしっかり、選手全員が同じ方向を向けるように、で同じ補給をできるようにやっていきたいなと思ってます。自分の立場的にも、アイスタイム的にもやっぱり数字という部分はしっかり残さないキャダベだなと思ってて、まあ、それは当たり前のことなんで、で、まあ、オフシーズン考えてたこととかいろいろあって、やっぱり、まあ、鈴木だったり寺尾も言いましたけど、やっぱファンの人との距離感を大事にしたいので、今コロナでなかなかこう約 2シーズンくらいこう声出し応援ができない、お客さんが入れないとか、まあ、選手もやっぱり満員のアリーナで試合をしたいですし、声出し応援も戻ってほしいなと思ってる中で、やっぱり何もしな、選手が何かしなきゃ変わらないこともあると思うので、まあ、選手会だったり会社と相談してファンの方とこう交流を持てる場とか、こちらからお願いしたいこともあるので、まあ、そういうのはちゃんとあの実現に向けて少しずつ動いていきたいなと思ってます。そうですね、やっぱりトレーニングとか練習に取り組む姿勢は、まあ、今までと変わらず全力で取り組むのはそうですけど、まあ、その中でやっぱり変わったなって、あの選手全員とあのスタッフとあのに認められるぐらいあの結果も出さなきゃいけないと思いますし、あの信頼っていう部分でもあの得ていかなきゃいけないと思うので、やっぱり目に見えるあの結果と、あと日あの毎日日々 の行動というかっていうのをしっかり意識してやっていきたいなと思います。はい、優勝です、それだけです。まあ、ユーリとかマクルさんとかリーグトップの、まあ、スコアがいる中で、まあ、そこに負けないような、まあ、僕もスコア、まあ、得点だったり
まあ、結果を残したいなっていうのはありますけど、まあ、僕自身一人でそれできる問題でもないので、まあ、味方に協力してもらいながらいい結果を残せるように頑張っていきたいと思います。はい、まあ、夏いくら練習し、いいトレーニングしても正直勝利しないと意味ないと思うので、まずは目の前の一戦一戦常に勝利っていうのをチームで共有して、まあ、最終的に優勝できればいいかなっていうのは思いますし、まあ、フォワードは点数をしっかり 毎試合、まあ、求められた点数を取って、ディフェンスは、まあ、ディフェンスっていうのはまあチームでしっかり最小失点で守る、まあ、そういうのをこう、まあ、僕ら5人でこう5人はじめ、まあ、21人でこう共有してやっていけば、もうずっといい結果出ると思うので、まあ、さっきもユーリが言ったように、まあ、優勝しか見えてないと思うんですけど、まずはもう目の前の一戦一戦をこうしっかり戦っていきたいなと思います。